皆さん、ファイナルファンタジーセブンリバースはやっておりますか？そして来週はなんとドラゴンズドグマ2が出る予定。できればドラゴンズドグマ2が出るまでにこの FF7 リバースをクリアしておきたいところですが、皆さん FF7 リバースの進捗はどうでしょうか？っていうかユーザー層的にはあまり被っていないので、まあ、そもそもドラゴンズドグマ2をやっている方と FF7 リバースをやってる層っていうのはどうなんだろうね。まあ、もしよろしければそこも踏まえてコメントいただけると幸いですね。どっちもやってますみたいな、どっちもやってるっていうか、ドラゴンズドグマ2もやるし FF7 リバースもやってるしみたいな感じで、ぜひコメント欄で教えてください。で、今日の内容としましては、今最も話題となっている点、それはすなわち体験版について。皆さん、これは気になりませんか？おそらく多くの方が気になっているんじゃないかなと思っているんですが、今話題となっておりますね。結局体験版はない感じなのかよっていう、まあさすがにね、出るんじゃねえかっていうような予想が大まかだったんですが、ただ今日動画撮ってるのがもう3月15の金曜日夜でございます。まあ、動画出るのは多分ね、翌日3月16日になってくるのかなと思っているんですが、少なくともですね、まあ、一応まだあと数時間あるから、まあ、唐突にね、夜の11時とかに、情報出たりするので何とも言えないけど、ただまあ、おそらく体験版ないでしょうね。もう金曜のこの夜のこの時間帯で出てないってことは。でまあ土日も多分来ないから、ってことは最短で月曜日ということでしょ、次。で、金曜日に出る予定なので、来週の。で、もし仮に月曜に出たとしても、数営業日しかないわけだからさ、さすがに体験版ないんじゃないかな。もし出すとしたらさ、ね、2週間前とか、まあ1週間前とか、まあそれぐらいにね、出すことになるのが、まあ、他のゲームでは通例となっているので、まあ、金曜日さすがに来るだろうと思ってたけど、まあ、来なかったかっていったところですね。はい。で、あとはまあなんか数時間前にデラックス版だけパッケージ追加されているとか、まあいろいろですね、公式ホームページとか、あとスチームのページとかに変化があったんですが、ただ体験版は、特に来ていないっていう状況かな。まあ結構ですね、公式の大きな動きは、金曜日にちょこちょこあったんですが、ただね、肝心のこの体験版が情報出なかったかってところが残念ですよね。まあそんな感じでございますよ。ただまああえて体験版出さないって感じなのかな、どうなんだろうか。まあ他の人気のゲームとか一通りですね、まあこういった体験版が出るっていうのがここ最近のトレンドみたいなところがあって、まあそれこそファイナルファンタジーとかもそうだし、まあ基本的には何かしら出ますよね。で、特にカプコンとかもですね、割と体験版を出してくる、そういったゲームメーカーではあると思うので、逆にドラゴンズドグマのね、体験版出なかったのは、まあ、相当意外だなと思いました。理由についてはわからないけどね、まあ、ほぼ間違いなく出るだろうっていうことがネット上で言われていたのに、まあ割とね、ここに関しては肩透かしを食らってしまったっていう状況でしょうか。はい。まあそういった状況なんですが、まあ、バトルが楽しめる体験版があればね、よかったんだけど、まあ、結構ですね、このドラゴンズドグマ2のこのアクションの要素かな、ここがね、非常に癖が強くて大変なんですよ。なので、できれば体験版とかで練習してからですね、本編のドラゴンズドグマ2の製品版に移行することができればなと考えていたんですが、いやー、ちょっとね、時間かかりそうですね、ここのバトルのところ攻略するのが。まあ、ジョブがね、なんと2桁あるからね。で、あれ覚えるのも一苦労だし、結構大変ですからね、もろもろ。まあ、とりあえずね、そんな感じでございますよ。ただ、一方でゲーム体験版期待しておりましたけど、紹介ムービーもですね、新たに公開されましたから、これもですね、ぜひ皆さん見ておきましょう。まあ、逆に言うとですね、おそらく公式最後の情報になってくるんじゃないかな。映像ベースで言うと。まあ、さすがに来週はね、もう出ないと思うからな。まあ、例えばその今までの、ジョブのプチアクションムービーとか、あと純粋な PV とかトレーラーとかいろいろあったので、まあ、その振り返りとかの映像とか、そこについて言及される可能性はありますけど、まあ、基本的には新規で何か新情報出るということは多分ないんじゃないかな、来週は。まあ、いよいよですね、本当に発売日迫ってきたので、楽しみなところなんですが、いや、けどそれと同時にちょっと不安もありますよね。果たしてどうなるんだろう、みたいなところ。ね。まあ、そんな感じでございますよ。
まあ、結局体験版はない感じなのかと書かれておりますけど、まあ、自分もですね非常に気になっていたんですが、ちょっとそこのところだけ残念でした。ただ一方でドラゴンズドグマ2の楽しみなところであったりとか、まあ、どういったゲームなのかとか特徴とかそこについて触れている動画もございますので、もし気になる方は、再生リストからそちらの動画も見てください。はい、まあ、そういった感じかな。まあ、ドラゴンズドグマ2か、まあ、一応ですねオンラインプレイとかも一部できる状況ではあるので結構盛り上がりそうな感じがするけど、まあ、どれぐらいの方が購入するんだろうな。一応前作ドラゴンズドグマも売れてるっちゃ売れてるんだけど、まあ、どちらかというと世界での反響が強くて日本ではね言うほどそんな売れてないんですよ。そう、日本ではそんな売れてなくてね、世界でかなり売れてるゲームではあるんだけど、一応700万本売れてるからね、結構すごくない？700万本ってナチュラルにすごいよね。はい、もうおそらくドラゴンズドグマ2はそれを超えてきて1000万本を超えてくるんじゃないかなと思っているけど、まあ、例えばエルデンリングとかダークソウルとかそういった系のゲームかな、ね、フロムゲーと呼ばれてるゲームなんだけど、まあ、そういったゲームであったり、あとモンスターハンターであったりとか、で、まあ、アクション RPG で言うと、まあ、テイルズ・オブ・アライズ、まあ、貯金で出てますよね。で、あと、まあ、FF16 とか FF7 リバースとか、まあ、それらが好きな人たちには向いてるかもしれません。特に FF7 リバースもね、かなりアクション寄りの内容となっていたので、まあ、ドラゴンドグマ2と視点とか内容とかストーリーとかも全然異なってくるんですが、そういった人でもね、このゲームは楽しめんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じでございます。で、もしよろしければですね、ざっくばらんにコメント欄で皆さんのご意見であったりとか、あとドラゴンズドグマ2に対する期待とか、そういったところをですね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでしょうか。あと、ま、個人的なね、ジョブでおすすめなのは、個人的には、ね、魔剣士かな。魔剣士がね、一番楽しそうな感じがするよな。皆さんはどのジョブが、お気に入りというか、どのジョブに注目してますか？ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。はい。まあそういったところで、ちょっと続きをやっていきましょうか。FF7 リバース。そう。これね、ちょっとまだクリアしてねえんだわ。まあいろいろやることがあってさ。そう、別にこれだけやってるわけじゃないからさ。ちょっと困っちゃうんだよね。まあ探索とかいろいろね、やり込んでるから、同時並行で。まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど。まあ100時間ぐらいかけてクリアを目指すって感じになってくるのかな。今プレイ時間ちなみに何十時間だろうね。結構やってますよね。5、60時間ぐらいやってんじゃないかな。まあちょこちょこサボったりしてるんですけど。うん。まあそんな感じ。はい。ちょっと待って、これ何なんか、マリオみたいな。あ、なんか入ってみるか。おほほ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 ほ。おー。なんか言わんねん。はあ。で、これ普通に、なんか楽しそうやな。なんか俺、こういう滑り台みたいなの好きだったんだけど、昔。わかるこれ、気持ち。少年の心みたいな。なんかこういうのいいよね、ナチュラルに。俺はね、嫌いじゃないです、こういうのは。で、まあ、ちょっと待って、なんか、すごいことなってるね、これ。これはなんかどっかつながってるんだろう。まあいいや、とりあえず行きましょうか、片っ端から。で、まあ航路か、ここね、結構迷路っぽいんだよな。てか、来るまでが結構大変だったからね。はい。てか、この演出必要だったか。うわ、ちょっと待って、久しぶりに見た。お前、これ掃除機じゃねえの。だよね。ほほほほ、久しぶりに見たね。久しぶりに見ましたけど、ちょっと待って、これはまあ今いらねえのか。なんか延長ケーブルで探すとか言われそうだけど、まあいいです。多分どっか持ってかないといけないんだろうね。ちょっと待って、それはいいんだけど、いいんだけど、あー、とりあえずここ開けろってことね。掃除機くんがそこにございまして、で、ここはまあ行くことができません。で、あれだな、ちょっと一回どっか行かないといけないんだろうね。ここ、あー無理か。ここも無理やし、特になんもないよね。掃除機だけ純粋にあるっていうことか。なるほど、わかりました。あ、なんだこれ、入れ。ロックされてんのかい。
メじゃないか。で、ここから降りてきたし、どうにかできないかな、調べよう。なるほど。なるほど。なるほど。ここは本当にダメなんだ。あ、これだね。ここじゃねえの。なんか誰かの、ちょっと待てよ、誰かの能力を使うっていう感じか。その可能性が高そうですね。ここでもないしな。ちょっと若干迷ってんな。あ、そういうことか。わかった。ここだね、多分。こういう使い方ね。なんかもうちょっとね、意味のある何かがあるのかなと思ったけど、違ったね。物理的やな、今のは。でも一応順路こっちだろうね。うん、敵いそう。はい、やっぱり。ということで、一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ドラゴンズドグマツが間もなく発売でござるよ。ちょっと普通にセブンリバースやってるけど大丈夫なんでしょうか。まあ、あんまり大丈夫ではないですけど。まあ、でもドラゴンズドグマツものんびりやってたつもりではあるんですけど。まあ、ちょこちょこやっていくって感じかね。ということで、お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。じゃあのー。